はい。株価ブ,ブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。株価ブ,ブパラダイスはついに150万回再生を突破いたしました。本当にありがとうございます。そして、この勢いに乗っかって新しい情報サービスの提供を開始いたしました。その名も、早耳情報会員サービスと言います。YouTube の中で会員さん限定での早耳情報の提供です。 YouTube の中でのメンバーになるというボタンをポチッと押していただければ、この早耳情報を受けることができます。詳しくはこちらの動画、新情報サイフスついにスタート、改定版って書いてある動画をご覧ください。この改定版の中には iPhone でのね、一番簡単な登録方法もちゃんと説明しています。もちろんパソコンでのね、 登録の方法もちゃんと説明していますので、ぜひこの動画をご覧いただいて、会員になっていただいて、早見情報をゲットしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、今日の日経、はい、日経、今日は617円下げましたね。はいで 前日のダウがね、234ドル安かったんですよね。うん。で、金融の、まあ、規制の、と、緩和していったやつをですね、終了するということがあって、まあ、それでね、違約されていたんですよね。で、銀行に対して、と、一時的にね、と、規制を緩めていたものを、 それをね、終了しますというようなことがあってですね。まあ、それで、嫌気されて落ちてきたということだったんですけども、で日経の方もですね、大幅続落ということで,で、これはアメリカのね、金利が高止まりしていることと、あと半導体の不足、はいうん、まあ、そういうものを警戒してというようなね、まあ、書きぶりになってますけどもね。はい。うん、ということでね、ちょっと日経の方がね、またね、3万円からね、 どんどんどんちょっと下の方に行って、この横横だったところからですね、また下に抜けてしまいましたので、うん、ちょっとね、日々これがどっちに行くかね、本当にわからないですけどもね、日経だけはね、はい。なんとなくね、個別銘柄だけはね、な,なんとなくわかるんですけど、<laughs> と日経はね、わかんないっす。ということで、これがね、どっち行くかね、うん、頑張ってほしいんですけどもね、はい。で、まず で、マザーズもね、今日ちょっと下げましたが、なんとかね、この75日線のね、ところでね、ピタッとね、止まったので、うん。まだまだね、なんとかね、頑張ってね、上にまた登っていってほしいと思います。はい。以上、試合関連でした。続いて、テーマ別。はい。まずですね、最近盛り上がっている、この NFT 関連ですね。それでね、 NFT って何っていう話は、とこれのね、一個前の動画でも説明していますけども、超簡単に言うと,と、仮想通貨でも使っているブロックチェーンっていう技術を使って、唯一無二のものであるっていうことがね、証明されているものなんですよね。はい。うん。ということで、とまずですね、グミがね、10%以上今日上げたんですよね。いやー、そうですね。 うんここまで上いと思わなかったで。グミの材料はこの間もお伝えしましたけども、とスクエア・エニックスとグミの関連会社が NFT 関連のゲームを、ね、開発しますっていうのが、ね、出たんですよね。はい、ということで、ね、上げているんですよね。それからあと、ね、リンク U が7%ありましたね。 はい。おめでとうございます。で、リンクって何だっけっていう話は、これは新ネタのね、ところでやりますので、はい。リンク優がなぜ NFT 関連なのかは、新ネタのコーナーを楽しみにしておいてください。はい。そして、モバイルファクトリーですね。これ6%ありましてね。うん。おめでとうございます。でね、これね、なかなかね、ちょっといいチャートしてると思うんですよね。と、陽線陰線、陽線ということで、 これは絶対ね、チャーチストがいるに違いないとね、睨みましたね、これね。<laughs> ということでね。と、これ今週、どっかで、この1600円はまあ超えていくだろうと,と思いますけど、軽く。はい。うん。ひょっとしたら、どっかのタイミングで1700円ぐらいに、ね、いくんじゃないかなってね。まあ勝手にね、希望と期間を過をしていますが、<laughs> どうなるでしょうね。はい。それからですね、神話なんですけども、神話ね、今日ね、毎点して1.2%。 で、まあ終わりましたが、しかしですね、うん、まあ一時期ね、こう、ストップ高にねなっていて、張り付いていたんですよね。で、ストップ高になっていたんですけども、そこからですね、ちょっと寄って急落してすですね、あっという間に売店まで来てしまったっていうね、ことにちょっとなってしまいましたね。うん。で、神話の NFT ネタは、何回も言ってますけども、あの、美術品ですよね。はい。 まあ、その話もね、と前の動画でちゃんと説明しているので見ていただければと思います。そしてですね、このチャートが、ここがね、でっかいね、上着をつけてしまったんですけども、で、2日連続の陰線で、しかも前日の終値をね、より安くと終わってしまったんですが、でもですね、まあね、ここの空中戦はね、まだ終わってないような気がしますけどね。はい。 NFT 関連のね、まあ、あと、銘柄ということで、まだまだね、あの、終わりっていうわけではないんじゃないかなってね、ちょっと勝手に思ってますけどね。はい。今週ね、またちょっと動いていくんじゃないかな、なんてね、思ってますけど、どうなんでしょうか。はい。それからですね、あと、会花ですね。この会花の方も、と、1%ちょっと下げてしまいましたけども、で、こちらの、 がなんで NFT 関連かっていうと、これは神話にですね、NFT の技術を提供しているからということなんですけども、はい。うんでね、ちょっとチャートはまだね、これであればまだね、死んでいないと思うので、まあちょっとね、重いチャートですけども、なんとかね、NG を描いてね、またなんとかね、頑張ってほしいと思いますね。うんでですね、あとは仮想通貨関連ですけども、 とですね、まあちょっと今日はね、そんなに上げているものもなかったんですけどもそれでね、今、ビットコインのね、相場どうなっているかというと630万ぐらいですかねそのあたりをね、行ったり来たりっていう感じですけどもね。はい、ということでまあそんなにね、あの下がっているというようなこともなくですバックアげしているわけでもないので、うん、今、ちょっとね、今日は仮想通貨はね、落ち着いて、ね、動いていましたね。はい、 以上、想通貨関連でした。続いて、今日はですね、ナイロン関連っていうのがですね、と結構ね、上げたんですよね。はい。で、ナイロン関連って何,何で上げたのっていう話ですけども、これもね、新ネタのコーナーでやりますのでね、はい、楽しみにしておいてください。続いて、と新型コロナ関連なんですけども、はい。 で御用印帝がです、ね、ストップ高で引けましたね。はいで前日もねストップ高で、今日はは、ね、寄らずのストップ高ということになってね、ねちょっとすごいことになってますね。でこれも新ネタのコーナーで話します。はいそれからですねあとアイロムですね。アイロムもねすごいな、これ8%上げてね。でこれもね毎日言ってますけど、とまあ、新型コロナーのね、あのー リストに入れてますけど、新型コロナは関係ないんです。ごめんなさい。で、と上げている理由は、iPS 細胞を使った世界初の化粧品ということで、うん、あげてるんですよね。これね、すごいな。こんなにあげるとはね、思わなかったなって毎日言ってますけど、ガン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 上げてますからね、すごいですね。はい、以上、新型コロナ関連でした。続いて、EV 関連なんですけども、はい、EV 関連ね、と、まず、イニバンスなんですが、はい、イニバンス。 で今日はね、1%近くね、上げたんですね。よりはね、とかなり低かったし、まあ、下ひげつけるぐらいね、下がったんですけども、でもね、結局はね、プラテンしたということでね、なかなかやっぱりね、強いですよね、これね。うん。とまあ 外資のね、空売りとの戦いじゃないかっていう風な話をしましたけども、意外とかね、頑張っているので、これまだまだね、チャートはね、死んでないと思いますんでね。いやー、なかなかそうですね。はい、NG 絵描きながらね、うまいことね、ぴょんぴょんと言ってくればいいと思いますけどね。まあ、すんなりはいかないでしょうけども、はい、頑張ってください。それからですね、あとダイヤ。うん、ダイヤはですね、3%以上下げましたが、と、 まあ技術はあるけど、金がないって話を毎日してますけど、で増資で、ね、ここまで下げてしまったんですよね。とここからです、ね、落とされたということになりましたが、まあ、それでもです、ね、今はとなんとかね、すごくこう回復してきて、リバってね、すごいなだって話をしていてで、ここのね、よくよくの、ね、ボックスに、ね、入りましたね、今日見たらね、うん。という感じになってますけども、 なのでねここのね横横ボックスをね行ったり来てるし,していね間はいいと思うんですよね。でここをこう行ったり来たりしてる間にですねだんだんこうまい具合に整ってで発射台で上にドンと行ってくれるっていうのが、ね、理想ですけども、ねはい、頑張ってください。以上 EV 関連でした。続いてと水素関連なんですけどもはい水素関連ねと毎日見ているカジテックなんですけどもカジテック と、久しぶりにね、陽線だったんですけど、それでも、まあ、マイナス、と、20円ということで、ほんのちょっとね、下げたんですけども、はい。うん。まあまあまあね、ちゃんとね、そろそろね、いい感じにね、なってくるんじゃないですかね。うん。悪くないと思います。はい。頑張ってください。以上、スイーツ関連でした。続いて、えっと、5G 関連なんですけども、はい。5G 関連で、毎日見ているですね、リバーエルクですね。こちらも技術はあるけど、金がないという話で、 で、ここまでどんとね、増して下がってしまったんですが、と今日はね、久しぶりに下げましたね。まあでもね、3. まあ2.5%下げたんですけども、うん、ここのところずっと上げていたので、で、ここのね、今、横横ボックスに入りましたね、こちらもね。うん。で、このボックスの中でね、うろうろして、と調整しながらですね、うん、うろうろして、またね、上にどんとね、上がってくれればいいなと思ってますけどね。はい。 頑張ってくださいそれからですね、アルチザネットワークなんですけども、うん、来ましたね、やっぱりね、今日1.5%上げましたね、で、こちらもねと、いい決算が出て、ということでね、この辺からね、こう、ガンガン上げてきてですね、で、前回の高値で落とされたという話をしましたけども、で、そろそろね、ここで NGA がいくんであれば、と月金曜日にね、こう、陽線を引っ つけたので、そろそろね、こう、リバルンじゃないかって話をしましたけども、はい、今日は本当にね、もう、<laughs> 思惑どおりっていうか、思っていた通りというかですね、まあ、たまたまでしょうけど、まあ、とにかくね、上がってくれたということになりましたね。はい。でね、ここをうまいうまいことね、N10 円描いていけばね、またね、この2000円を抜いて、で、その上をね、ついにね、高値を狙いに行くところまでね、来ると思うので、はい、それまでね、 応援ししててますよ頑張ってください以上アイネットワークでした、はい、続いて、直近 IPO 関連なんですけども、はいで直近 IPO 関連ね、今日ね、またまたね、交換できるくんがね、7%近く上げたんですよね。すごいな、これ。なんでこれ最近で上げてんだろうと思ってわ、わかんないんですよね。でも実際のところ。で、まあ、時価総額がね、そんなに高くないっていうのはあるとは思います、もちろんね。 だけどもね、連日連日ね、こう人気なんですよね、これがね、うーん、すごいな。誰が買い始めたのかね、まあとにかくね、すごいことになってますね、交換できるくんね、おめでとうございます、放送の皆さん。はい。そしてですね、ここならなんですけども、と僕がね、今一番注目している銘柄、ここならなんですが、と今日はね、まあ、なんとかね、7円プラスでね、引けて0.26%。 と高かったということになりましたが、しかし、ですね一時的にはねこう8%以上ね上げたんですよね。うん、で、8%以上上げたんですけども、残念ながらねちょっとそこからね叩き落とされる形に、ね、なってしまいましたけども、どうですかね、明日以降ね、まあねまだまだ、ね、終わらないと思うんですよね。というのはまあこ ここならの事業形態については何回も,もう説明していますけども、と個人の、ね、スキルを、まあ、サービスとしてと、オンラインでアプリで,です、ね、マッチングさせて、この個人同士で、ね、バイバイしてっていうようなね、そういう、ね、ものを提供してるんですよね。うん、なかなかの、ね、面白い事業内容だと思いますので、はいうん、まだまだね、こう、なんとか、ね、NG を描いて、ね、上の方に行ってくれればいいなと思ってますけどもね。はい 頑張ってください。それからですね、あとね、えっと逆にこの i プラグ、うん、今日はですね、ストップ安までね、売られてしまったんですよね。うん、いやー、ちょっとね、すごく下げてしまったということで、うん、残念ながらね、ちょっと今これは、うん、残念な感じになっていて、であと TSI ですね、15%以上、ね、下げたということで、 うーんちょっとね残念でしたね。明日以降ね、どうなるかまた見ていきたいと思います。以上、直近 IPO 関連でした。続いて、グリーンエネルギー関連なんですけども、はいグリーンエネルギー関連ね、と今日ですね、夕暮れなが、とですねまあ、最終的には1円上げただけなんですけども、とですね<え>昼お昼休み直前にですねドヒャンと、ね、上げたんですよね。ビューヨヨンってね上がってきたんですよね。この辺からねこうドカーンとね、 で、どうしたものかと思ったらですねと、おそらくこれで挙げたと思われるのがですね、はい、こちら、と日経がですね、11時20分に報じたんですけども、航空機の CO2 削減へ、で、国交省、代替燃料の復旧策検討というようなね、ものを出してきたんですよね。で、これね、まさに、まさに、と、ユれななんがね、この間出したバイオ燃料を、 の完成、バイオネ料完成しましたジェット機に使いますっていうねあの IR とピタッとね合っちゃってるんですよねこれねということでねドンとね上げたんですけどもまあそこからね地合いもあったと思うんですが理覚にね抑えたのか空売りに抑えたのかねちょっと沈んでしまいましたけどもそんなようなねこともねありましたねはいそれからですねあと毎日見てるエバランスなんですけども今日ね と、2%以上上げたということで、このチャートもね、なかなかね、いい感じになってますよね。はい。えっと、決算がね、ここ、良かった時がね、ここなんですよね。で、さすがにね、これは抜くんじゃないのってね、ずっと話をしていましたが、はい。で、ここまで落ちましたけども、そこからね、また、こう上にグ,グググってね、来たということでね、バランスもね、いい感じで上げてますね。はい。以上、グリーンエネルギー関連でした。 続いて、新ネタのコーナーですけども、まずね、御用インテなんですけども、御用インテックとですね、今日は寄らずのストッパー高でしたね。はい、おめでとうございます。 でね、このネタはね、どんな話かっていうとですね、IR はね、出ているんですよね。3月18日の大引記号だと思いますけどもで、抗ウイルスカーテンに関する共同開発及び販売開始に関するお知らせというのがですね、出ているんですよね。うん。でね、まあちょっと時価総額がね、小さいんですよね。すごく小さいので、と今ね、バック上げしている状態になっているんですけども、まあ察するにですね、 とこれでそんなに上げるのっていうような人が、まあ、空売りをね、いっぱい入れたのかもしれないですね、ひょっとしたらね。で、その踏み上げっていうこともね、あって上げているんじゃないかとね、思われるんですけどもね。うん。でね、と、例のね、今、爆上げしてる若本みたいなね、感じに、ね、なってんですよね。で、若本はね、それでも時価総額がね、めっちゃあの小さいってことじゃないんですよね。うん、100億ぐらい。 からね始まってはいるんですけどもでこちらのねご要因っては、ね、と時価総額が、ね、めっちゃ小さいのでまあこっちの方が、ね、むしろ上げやすいのかもしれないんですけどもこれもねだからうーんどなたが上げているか分かりませんがしてってる感じはねプンプンしますけどもね、はい、どうなりますかね見ていきたいと思います。続いて さっきですね、ナイロン関連の話をしましたよね。ナイロン関連がね、上げているという話をしましたけども。でね、えっと、3つあってですね、まずこのミックス科学、はい、これがね、ストップだからね、引けましたね。はい、おめでとうございます。それからですね、リファインバース、プラス12%で引け、はい、それからね、ユニチカも7%で引けたという感じになりましたね。はい、それでですね、これがどういう話かっていうと、こちら、とですね、 これは日刊工業新聞が報じていたんですけども、とナイロンがです、ね、足りないっていう話が出ていてで、自動車業界で浮上して新たな生産リスクということがね、報じられていたんですよね。で、これはどういう話かっていうとですね、と北米で起きた寒波で、 アメリカの南部に集積する石油化学プラントが一時停止しているということで、でですねで原料や製品の供給が滞っているというふうに書いてあるんですね。うん、でそれでねナイロンがね足んなくなっちゃったっていう話みたいなんですね。うん、ということで、ですねこの3つのねご要因ということでね、ねこの。 ミックス科学っていうのと、リファインバースとユニチカがね、上がってきているということなんですけども、はい。まずこのね、ミックス科学はね、どういう関係なのっていうとですね、はい、こちら、ミックス科学は、指揮法に書いてあるのはですね、多層チューブフィルムの専用で、ナイロン系の種位ですということがね、書いてあるんですよね。うん。で、時価総額もね、結構小さいので、はい。 今日はねうまく買われたという感じに、ね、なりましたね。それからですね、リファインバースなんですけども、はいリファインバースはですね、どういうふうにナイロンと関係しているかというとですね、漁網ですねと、漁業で使う網を回収して、それをですね、新たにですね生まれ変わらせるとで、再生するということで、それが再生ナイロン樹脂、リアミドっていうものになりますということなんですよね。うん、でねリアミドは 自動車の部材などにも使用されていますというようなこともね、書いてあってですね。まあ、これもね、あの、買われてきたということなんですよね。はい。うん。それからですね。あと、こちらのユニチカですけども、はい。ユニチカはね、まあ、ナイロンのね、会社ということでね、有名ですからね。はい。これもね、上げてきたということになりましたね。うん。 まあ、このね、あの、ナイロンネタがね、どこまでこう続くか分 <laughs> かりませんけども、まあ、さっきのニュースのところの話が、まあ、解決すればね、あの、またね、えっと、そんなに、こう、供給が足りなくなるってことはないと思うんですけども、これがね、いつまで続くかね、見ていきたいと思います。はい、続いて、リンク U なんですけども、はい、リンクーね、NFT 関連でね、さっきね、話をしましたけども、どういう関連かっていうことですけども、その前にね、ここのチャート見ていただくとお分かりになるようにですね、 と下方修正をしてですね、すごい下げたんですよね、リンクユーね。で、一時ね、こう、その話が出た時にストップ安スまでね、売られたんですよね。で、そこからさらに下げたんですけども、その後ですね、グイ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 ね、上げてきていると、今ね、そういう状況になってるんですよね。はい。でね、リンクユーはどういう風になっているかっていうと、そもそもね、リンクユーはまあサーバーの開発とか、アプリケーションの開発とか、運用とかですね、まあそういうこともやっていたりするんですけども、はい。で、こちら。 とハッシュポートとリンクユーが漫画出版分野へのブロックチェーン技術の活用に取り組む合弁会社を共同で設立ということで,でこの中でですね NFT のね話もね語られて,ているんですよね、うんまあ、つまりね漫画を NFT としてねと、まあ、扱っていくような、ね、感じに、ね、なっているんですよね。うん ということでね、これをまたね、漫画のね、NFT 化ということでね、面白い話になりそうなのでね、はい。NFT がね、盛り上がっているときはね、いいと思います。はい。それからね、あと、理系ですね。で、理系、理系は今日、まあ1、1%ちょっと上げたぐらいなんですけども、はい。大引け後にね、決算の話が出て、今期形状を一点黒字に情報修正と。で、灰とも無灰か,から2円へ。 実施ということになりましたね。はい。おめでとうございます。いいんじゃないですかね。で、まあ、理系もね、と、スガスノミクス関連ということで、まあ、当初ね、話が出ていましたけども、なかなかね、上値が重い感じでありましたが、と、これでね、少しはね、あの、上の方にね、行けるんじゃないかと思いますけどね。はい。以上、新デタのコーナーでした。続いて、3月22日の中で、はい。まだね、お話していないのがですね、と、まずこのインクルーシブなんですけども、はい インクルーシブねやっぱりね、今日う、らずのストップ高でしたね。はい、おめでとうございます。で、こちらの話はですね、うん、と、堀江門さんが出資している会社で、それでですね、分割になったんですよね、分割発表したんですね、金曜日のね、おびけんね。と、それと、あとは、真下も解除されたということで、同じタイミングだったということで、まあ、今日はね、よらずのストップ高ということに、ね、なりましたね。はい。 おめでとうございます。それからですね、あと、ベクターなんですけども、ベクターね、えっと、今日もね、残念ながらね、4%以上ね、下げてしまったんですよね。で、今日からね、真下解除されたんですけども、最近はね、ちょっと、マシタン解除されるだけで、まあ、上がるっていうのはね、そんなにね、な ない感じになってるんですよね。で、まあ今日は地合いも悪かったので、またちょっと下げてしまったということになってしまってですね。で、横横のね、ボックスがちょっとね、出てしまったので、下にね、行ってしまったので、うーん、これはね、ちょっとね、どこまでね、下がるのかはね、ちょっとね、じっくり見ていきたいと思いますけどもね。はい、どっかではね、リバーが来ると思いますけども、はい。頑張ってください。以上、3月22日の注目銘柄でした。続いて、3月23日の注目。はい。 御用インテックミックスインクルーシブ若本アイロムリンクユーモバイルファクトリーユニバンスここなら神話開花はいこの絵を中心に見ていきたいなと思ってますはいそれではここでカブカブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていきます本当に本当にありがとうございます 皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。 それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。